ダイソーでお買い物したら何個揃うからチャレンジ、イエーイ。あ、そっちです。りっちゃんです。はい、ということで今回一致チャレンジするのは、はい、ダイソーでございます。ダイソー。ということで、ね、もう早速ダイソーでお買い物してきました。イエーイ。ということで、でもダイソーってさ、すんごい広いじゃん、はい、めちゃめちゃ広いね。種類もめちゃくちゃ多いじゃん、はい、今回はジャンルを設けました、はい。まず一つ目が文房具、はい、で二つ目がスライム&スクイーズ、はい、でそれぞれのジャンルに対して5つずつ買ってきて、うん、でそれぞれ何個合うのかっていうのをやっていきたいと思います。なるほど、幅が広いですよ。それでもね、スライム&スクイーズもさ、はい、すごいなかった。あ、めっちゃ知らなかった、あんなにあるって。俺も知らなかった、スライムとかあるんだっていう、ね、いやすごいよね、うん、ということで今回何買うのか、はい、早速やってみよう。それでは、はい、まずは文房具からやっていきたいと思うんですけども、はい、今回のお題はですね、うん、はい、なっちゃんにプレゼントしてあげたい文房具というお題でございます。ごめん、え、できない。今日の動画を見てくれてありがとう。いやいやいや、もう買ってきてもらったじゃん。いや、なっちゃんにあげたい文房具、うん、ない。今日の動画を見てくれてありがとう。いやいや、え、じゃあその時言ってよ。連絡した時言ってよ。じゃあ私からいきます。わかりました。いや、あのね、はい、マジで多かったよね。めちゃめちゃ多かった。だからニアピンはありにしよう。これは似たようなアイテムだったら OK にしよう。じゃあまず1個目はこれにしようかな、まあ、これはちょっとね、どうだろう、でも100均にこんなんあるんだみたいな。おお、からちょっと買ってあげたいなって思って、はい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 、気になったやつです。こちら、じゃじゃん、お寿司の消しゴム。おー、すごくない？なるほどね、はいはいはい、こんなだってさ、卵、イクラ、マグロ入ってるんだよ。確かに3個セットで100円だよこれ。おお、しかもなって結構お寿司好きじゃん。寿司だね、好きじゃん。なんかしかもこういうの好きそうじゃん、うん、これね、顔描いてそうじゃん。確かに確かに、なんかちょっと喜ぶかなと思って買ってました。分かってるね。ということで、はい、こちらの商品、まあちょっとニアピンもあり、そうだね、ニアピンもありで一致しています。せーん、もう全然こういう消しゴム系ない、このもうなんかおもちゃ消しゴム系ない。ないですね、ないですね、ないんです、ね、じゃあ次行きましょうよっち、はい、なっちゃんですからね、なんかね、こうね、面白いものをね、はいはいはい、はい、なるほどね、取り入れてくると思うんですよ。はいはいはい、ということで、はい、僕が選んだのはこちらです。ドドン、ブロック蛍光マーカー。ブロックで遊べるよ。あった、あった、遊べるよ。そのマーカーとしても使えるし、ブロックとしても遊べるっていう。そうなんです。すごいな、2個楽しめる。なるほどなるほど、いや分かってますね。はい、この商品買って今せーん、よーし。いやー、選ばないわそれは。出たー。うわー、やばい、もう絶対合わないわこれ。いや今回多分ね、でもね、無理だろうなって思いながら選んでた、うん、はいはいはい。いや大丈夫、合う。え、じゃあちょっと待ってね、うん、じゃあ次これにしようかな、うん、こちら、こうメタリックな筆箱、これ一番最初に決めたかもしれない。ああ、こう目に入った。なるほどね、なんかほら、なっちゃんっぽくない？なっちゃんっぽい、持ってそう。こちらの商品、一致しています。せーん、ごめんなさい。まあまあまあ、まだ2品目だから。そうだね、大丈夫大丈夫、うん、いける、これはいけるぞ。まあ、なっちゃんといえばやっぱり、うん、原宿系ってさっきも言いましたけど、はい、原宿系って言ったらやっぱカラフルだよねっていう。はいはいはい、そこで僕はこういう商品を選びました。こちらです、カラフルハサミ。なるほど、カラフルでしょ、はいはいはい、カラフル。これすごいのがさ、うん、この持つとこあるでしょ、はい、そこも交換できる。なるほど、いろんな色を楽しめるというハサミでございます。それではこちらの商品買っていまーす、じゃあちょっとさ、もうそれ出ちゃったから、次行くわ、ちょっと、うん、あの多分揃ってないだろうなってやつ、はい、おー、はいはい、いや、なっちゃんって言えばこれなんだよ、本当に、うん、こちら、左利き用ハサミ。まあ多分一致してないと思うんですけど、この商品買っていまーす。可愛らしいやつを見つけました、はい、こちらです、算数セット。なるほど、カラフルだね。カラフルです。あ、確かにカラフル、可愛らしいでしょ。うん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 、なんかちょっとシリーズっぽいもんね。そうですね、確かに、やっぱり、はい、というわけでこちらの商品買って今せーん。いや、なって、なって、なって、もしもし、ね、なんでそれ買った、ね、え、どこになっちゃうよって感じた。いや、ね、なんかカラフルだし、なんか
マジ今回色しか見てないじゃん、うっちゅうね。じゃあ次、はい、4品目。はい。いやもうね、揃ってる自信全くないっす。いただきます、はい、こちら、アニマルボールペン。クマさんがついてる、ふわふわしてる。クマさんが上にくっついてて、感触もふわふわしてる。はい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 。でもこれはね、種類が何個あったから、はい、ワンチャンあるかもしれない。さあ、ということで、はい、こちらのボールペン、はい、買っていまちょっと近いものを買っています。おおおこちらです、指差しボールペン。待って、あのね、ちょっと迷った。いや、これはね、でもね、揃ってないわ。だって全然違うもん。だって、いや、あれ確かにわかるよ、そのおもちゃがついてるっていう面では一緒なんだけど、うん、もう系統が近いすぎる。あー、マジか。じゃあ、他の商品は一緒に出そうか。そうですね。これも、なっちゃんのこと分かってれば絶対これ選ぶ。いや、ごめん。あ、待って、しかもカラフル。ごめん、いや、俺なんで俺これ買ったかも分かって、覚えてない。最後の商品、はい、せーの、じゃーん。待ってね、バカなの。本当にね、私は怪獣の付箋。え、めっちゃ可愛いの。なっちゃん怪獣大好きで、で、しかもカラフルで、はい、なんかあとね、前ね、付箋とかもなんか集めてたんだよ、うん、ノートに貼ってて。はい、ごめん、俺これ、いや、ごめん、ごめん。ねえ、ごめん、ふざけすぎる。ごめん、俺これに関しては何のためになっちゃう。ごめん、俺これに関しては、俺ダイソー久しぶり行ったから、うん、ちょっと自分の買い物も入っちゃってるよ。まず自分でこれ使うのね。これ懐かしい。これなんか使いたと思って、これ見た瞬間、あ、懐かしい懐かしいと思ってこれ入れちゃった、うん、ねえ、ごめん、これに関してはマジで。まあ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 、ということで今回の文房具は、はい、0.5 って感じだね。 0.5 文房具はやっぱ難しいよ。まあ、難しかった、うん、確かに種類が別物なんか多かったから、うん、そうなんですよ。ということで次は、はい、スライム&スクイーズいきたいと思います。こっからです。ということで、はい、スライム&スクイーズ、はい、まあ、スライムとスクイーズも結構ね種類あったけど、うん、でもやっぱ文房具に比べたら少なかったよね。はい、そうです。いける、絶対いける、種類いけるよね。いける、これはね、あの5個中4個あるか。いや、それはない。それやめとこ。そういうのやめとこう。一個にしとこ。オッケーオッケーオッケー。じゃあ最初、じゃあ次よってから行く。俺から行く、うん、なっちゃんっぽいスクイーズです。おう、こちらです。ててーん、アイス型のスクイーズ。はいはいはい、なるほど。これね、のっちゃんっぽいでしょ。のっちゃんっぽい。のっちゃんアイス好きだし、はい、ちょっと食べかけです、これ。なるほど、はい、食べかけのちょっと可愛らしい色してます、はい、それではこの商品一致して、一致して今ーまーせーん。もうね、もう迷った。ってことはこれ合ってんだ、これ合わないってことかな。なっちゃんといえばアイスなんですよ。アイス、はい。ということでこちら、ソフトクリームのスクイーズ。なるほど。ということでこちらの商品一致していまーせーん。まあ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 、じゃあよっち2品目いきます。こちらのスクイーズです。ででーん、揚げパン。この商品一致していまーせーん。こちらアイスとワンちゃんのスクイーズです。こちらの商品一致していまーせーん。2品目、いや1個揃えよう、ね、こっから揃うよ、うん、行くよ、はい、これは絶対目に留まった。はい、行きます。こちらスライムボール。皆さん、はいはいはい、知ってますか。これです、これですよ。さあ、この商品一致して今やったー。これは勝った。これは勝った。やったー、やっと揃ったな。よっしゃ。これはその昔買ってきたじゃん、うん、その時100均じゃなかったかもしれないけど、はいはいはい、なっちゃんすごい揃えたの。あー、よかったー。揃った、とりあえず揃った、とりあえず。まあ、なんか可愛くてなっちゃんっぽいなと思いました。はい、こちら動物のスクイーズということで、はい、この商品、はい、一致しています。まあこれはね、子供に大人気ですよ。はいはいはい、試験管スライム。はい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 、はい、これはね、うん、子供もいたけど、子供ね、うん、すげえこれ身長ちっちゃいながらでもこうやって通る、あー、大人気よ、大人気、うん、この商品買っていまーせーん。そう、まあまあまあ大丈夫、あと1個あるから。しかも今1個揃ってるから、まあ、これ最後のやつね、合ってたら結構いいと思う。あー、確かに。で、2品だよ。そこで中、じゃあいきますよ。じゃあ一緒に出しましょう。一緒に出す。最後の商品は、はい、はい、せーの、こちら。なんやそれは。こっちでしょ。ジェル、スライムといえばこのドラム缶スライムやろ。まあ、まあでもね、
まあでも今回スライム&スキーズは一品揃いました。揃いました。これもなっちゃんにプレゼントしたいということで、はい、ダイソー物が多い。めっちゃ多いね、うん、めっちゃ多かった。本当に多かった、うん、なんか豊富だね。うん、じゃあこれまたあれしよう、うん、あのなっちゃんにさ、順位つけてもらおう。ごめん、確実に俺負ける。確実に負ける。ということで、その模様はもしかしたらサブちゃんであげるかもしれません。はい、ということでね、かなり可愛いね、スライムスクイーズとか、うん、あとは文房具もね、本当に可愛いのがたくさんあったので、はい、皆さんもぜひぜひ、買いに行ってみてください。はい、それではこの動画が面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またね。今日の動画を見て